はい、こんばんは、山田と思います。だんだん引き続き聞いたと思いますけどね、今日ね、こっそりとね、ずっとね、連チャン取りをしてるわけですよね。もう話したいことがね、溜まりすぎちゃってね、今この辺りでも話してみたんですけどね、どれからどう放送するか、もうなんてね、話したいことがもう溜まりすぎて、もういっぱいと出していいやったら、話したことがわーわー溜まってるんですよね。前すぎてついに別のノートも引っ張り出してきたね、こっちにはこっちでほら、もう話したこといっぱいある、ね、ほらもういっぱい書いてありますね。だら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 いっぱい書いてありますんで、とにかくね喋っていこうと思います。どっから手つけようかな、どっから行こうましょうかね。ってことでね、始めていきたいなと思いますよ。今日はね、最近話題のね、ガソリンの問題ですね。よくね、今2030年からね、日本もガソリンエンジンの廃止とかって言ってね、なんか騒いでますよね。いや、とにかく地球エコにしないといけない、CO2 で地球温暖化で大変なんだから、とにかくね、もうガソリンは廃止、もうとにかくエンジン使うやつなんてもう旧世代の愚か者みたいなね、風潮ありますよね。いかに意見っていうのがバカバカしい愚か者かっていうのを今日はやっていきたいと思います。私、岡地市民なんでね、石油化学コンビナートダメになっちゃうと困るんですよ。でも最終的にはいつかはね、石油を克服するんだし、それに対応するものを作らないといけないんじゃないのっていうね、意見もあると思いますけどね。今言ってる意見っていうのがどれくらいバカバカしいかはとりあえず今日話そうかなと思います。まあもちろんね、100年200年とかってことを考えたら代替エネルギーとかっていうのも考えないといけないわけですし、もう答えは50、ね、70年以上前に出てるんですよね。原子力しかないんですよね、そうすると。じゃあ原子力はでも危ないからダメって言ったらね、どうすんのっていうところなんですけど、なんかミラクルな意見書いてますからね、それをね全部ねどんどんローパーしていきたいなと思っておりますよ。一応これでも環境活動やってましたからね、環境活動やった挙句のところの、答えだと思ってください。ってことで今ね、いろいろガソリン車をとにかく配信しようって言ってね、もうすごく世界風潮のね、もう意識高い系の皆さんのねトレンドになってますよね。もうガソリン車になってるなんて、もう時代遅れはもうガソリン、ね、ディーゼル車もうありえないとかっていうね、いうね、人たちいっぱいいますけどね、どれだけあんたら恩恵に扱ってるのかっていうところも今から言いますけどね、そうですよ。で、大事なのは今回のね、このガソリン車問題とかね、ガソリン車を配信しようという問題ね、世界的な流れというのを見るときに大事なのは4つの E というのがあります。まあここに書いてあります。まあ簡単です。エコノミー。これが今一番言われてるね、大義名分としてね。だって、そんなの、ね、そんなこと言ったって言ったら瞬間にね、何この人地球の未来のことも、ね、考えない、将来のことを考えなくて、うわーなんて暴力なっていうね、イメージになっちゃうでしょ。すごいですよね。もう今や免罪符ですよね、エコロジーだからっていう時は何でも通りますよね。いや予算もすごく簡単に通った時代があるらしいですよ。2011年の 3.11 の後なんかね、もう訳のわからんようなね、本当に何この太陽光発電システムみたいなね、やつとかにもね、いっぱい予算がついてたなんて話を聞きますけど、でね、とりあえず、上じゃなかったら、二つ目に書いてたら、エコロジーね、エコが大事ですから、地球環境のことだっていう、大義名分だけの話なんですけどね、後で全部論破しますけど、エコロジーっていうの問題があります。もう一つが、エコノミーの問題。があります。経済的な、面っていうのが出てきます。であとはエネルギーの問題っていうのがあります。で最後にエンジンっていう問題があります。この4つの E っていうのを紐解くことによって、どうして今世界中がこんなに脱ガソリン車ね、電気自動車しかダメですよみたいなね、なんか風潮にね、なっていってる流れというのは見えるかなと思います。っていうので、2030年のガソリン車問題をね、全部やっていきたいなと思います。で、一番大きく言ってるのは、やっぱりエコロジーなんですよね。もうエコロジーのためならね、多少犠牲してでも将来の子供たちのためにって、大体ね、将来の子供たちのためにってね、お金稼いでるやつにね、ろくなやついませんからね。国債発行とかでしょ、あとは大体ろくなのがいませんからね、
大体その将来の子供たちにっていうことによって完成でるやつなんていうのはね、ろくでもないやつだと思ってますけどね。で、まあ、私なんて変な話、将来の子供たちのためなんて考えなくていいんですよ。だって子供いないですから、私一人暮らしで多分今後も結婚も何もしませんからね。子供ね、将来の子供たちのためにね、考えたらね、結局なんかろくでもない未来しかね、もうこのね、ろくでもない未来しか見えませんからね、子供なんてね、作ったら子供かわいそうでしょ。ね、残される子供がかわいそうなんで私作りませんよって、理論でね、言ってますけどね、まあ、その前にね、こんな借金まみれのやつ誰が雇ってくれるんやってね、雇ってはくれないですよね。目取ってはくれるんか、目取るって男やからおかしいな。でもそれ男女平等ね、そうないですからね。ごめんなさい、言葉間違えました、単純にね、っていうのを置いといて、まあエコロジーっていうのはもう大義名分になってた、これ言っときゃいいやっていう感じでしょ。でそれに対して反応して、エコのこと考えてね、まあもうありえないってね言われちゃうわけですよね。羊を食べてウールを着るなんてありえないなんて言うんですよね。なんでか知ってます、あれ羊がゲップするかららしいですよ。羊はゲップをするから CO2 を大量に発生するし、草を食べることによって CO2 を枯らしてしまうから。だから、ウール着ちゃダメらしいですよ。カーリン系の綿はいいらしいですよ。あれ、綿ってどこで作ってるんだっけ？確か、ウイグルとかっていうところでいっぱい作れるね、綿があってね、それをなんか、奴隷労働でやってるところを、あれ、それをなんか、寛容してるナイキとかが買ってとかって繋がってくるって対するって話をするとまずいかな。そういうところとかもやむが深いですけど。エコなんてそんなもんなんです。エゴなんですね。エゴとエゴは違うんだなって昔ありましたよね。何だったっけ、遠藤正明さんの曲であったよね。なんて、エコがいいんじゃっていうね、曲があるんですよね。遠藤正明さんが歌ってる。なんか、お役所か案件のね、なんかアニメのやつで歌ったっていうね、やつでありましたけどね。まあ、それは置いといて。で、大義名分はこれになってます。ただもうこれはもうね、免罪符として使ってるだけでね、実態、具体的な数字とかって言ったら、まあ、あれもね、結構ね、怪しい数字多いんですよ。一応それっぽい数字を出すとね、全部ね、うわ、観光のこと考えた素晴らしい数字が出たって、バーって発表されるんでね、本当にこれ実効性とかあるのかなっていうね、怪しい数字いっぱいありますからね。いうのを、さらこれをさすがに、ね、全部ね、論拠しようと思うと大変なんでね、ある程度もっと担当したチームを作ってやらないといけないなと思いますけど。で、もう一つね、よく出てくるところが、何かって言ったら、エネルギー問題ですよね。っていうのでよくあるのが、脱ガソリンをしないとダメだよ、原油の使用量を減らさないとダメなんだっていうね、いう意見もありますよね。なんですけどね、これね、すごく問題があるんですよね。っていうのは、四日市の人だったらね、当たり前に知ってることなんです。石油精製のイロハっていうのがありましてね、ガソリンを減らしました、とにかくガソリン車を減らしました、ガソリンの使用量がゼロになりました、やったね、これで減産できるね。違うんです。ガソリン全部減らしたって、他に飛行機とか飛ばしてる量が変わらなかったら減産できないですから、これ嘘でしょって思うかもしれませんけど、意外と知らないんですよね。飛行機に使ってる石油とガソリンと、ガソリン車と、ディーゼル車が違うやつを入れるってのは分かりますね。軽油入れません。軽油とガソリンって別物だってのは分かると思うんですけど、あれはもともと同じ原油から取ってるんです。で、原油っていうのが、どこに取ったっけな。原油に関する資料を、原油生原産、図は作ってなかったかな。ロジックの話をするだけって書いてあるな、すいません。ガソリン、ディーゼルだけなくしても、だからディーゼルをゼロにして、ガソリンもゼロにして、軽油の使用量をそれで、ね、ゼロに減らしました、ほぼゼロにしました、ガソリンをゼロにしましたって言ったって、原油の生産ゼロにはできないんですよ。むしろ減産できないんですよ。っていうのは、この石油生成のロジックね、なんかね、言いづらかったらここら辺出しておきますけどね、これ四日市のね、人だったらね、普通にね、知ってることなんですけどね、石油化コンビナートがあるかね、絶対支配下見学に行きますから、それで絶対習うんですけどね、石油って原油っていうのがあります。ドロドロの原油があります。よくね、見かけますよね、タンカー事故でね、原油が流出しましたってドロドロになってますよね。ドロドロなのが原油なんですよね。あとはもしくは重油がこぼれるんでね、タンカーの
タンカーは重油で走るんで、で、重油が漏れてとかっていうね、ことが起こるんですけど、あれ何かって言ったら、そもそも、原油っていうのがもともとあります。そこからね、温度で精製をするわけですよね。で、すごく希釈度の高い、もう少しの温度で、シャーってね、消化するような純度の高いやつ。こういうのが、飛行機とかに使われる燃料になります。だからガソリン入れてもダメなんですよ、飛行機に。昔のやつとかで、ね、簡単なやつはいいですよ。なんですけど、少なくてもジェットエンジンで飛んでるようなやつは確かダメなはずです。うん、で、ですからそれ用のもっと純度の精製度の高いやつを使わないといけなくて、それが、飛行機に回されますよと。で、月が何だったかな、図を書いてあったらここに出しておきます。ここに書いてある通りなんですけど、温度、その生成する温度によってね、変わってくるんですけど、次に出てくるやつが、例えば、ガス火力発電とかに使われたりとかしたりして、で、あとは、あれね、ガソリンとかになってくると、上がガソリンがあって、先に灯油か。先に灯油があって、皆さんのね、石油ファンヒーターとかね、使われる灯油が出てきますよと。で、その次に、ガソリンだったかな、順番すみません、違ってたらすみませんなんですけど、で、次に生成されるやつ、温度帯で生成されるのがガソリンで、で、その下で残ってるのがディーゼルで、とかって言って、わーっとね、他にも、あれでしょ、プラスチックとかに使うね、ポリエチレンとかね、そういうようなやつになってくるような、ところとかもあったり、ナフサとかでしたっけ、とかっていうのがあったりして、で、あとは、ディーゼルね、ディーゼル用に使うやつが、ちょっと残ったやつが最後に消化されてって、それで最後に残った、まあ、残りカスみたいなやつが重油っていうやつになるんですね。で、この重油っていうのを使うのが、オイルタンカーとか、あと、皆さんがよく、馴染みのあるところでは、アスファルト。アスファルトの原料になるのがこの重油です。だからアスファルト敷き立ての時ってなんか上に油がピチャピチャ浮きますよ。何重油の油なんですよね、実は。うん。で、いうふうにしてて、余すとこなく使ってるんですよね。アンコウみたいなもんなんです。石油って。で、アンコウで言うならば、今思いついたアンコウみたいなもんなんです。あん肝だけね、食べないようにしましょうね。うん。うん。あんこね、いなくなっちゃうといけませんから、あん肝食べるの禁止します。あ、ってね、言いました。で、あん肝を全部、まあね、食べませんってしました。仮に身は食べてました。あん肝出てくるけどどうするんですか？食べちゃダメだから捨てましょうってな。今のガソリンの理論これですから、ね。あん肝ですかね。ガソリンあん肝ですからね。うん。だから、それだけ減らしても船走るたり飛行機を飛ばすのが、ね、そのままだと、変わりませんし、じゃあ船を全部電力化できるのか、タンカーを電力化できるのかってちょっと無理がありますよね、うん、無理がありますよね。しかもそれだけのものをまた動かすだけの電力を供給できるようにな、電気で動くようになったとしましょう。タンカーは、ね、軍艦とかも全部電気で動くようになったとしましょう。でもね、それ相当な電力がいるわけですよ。じゃあその電力どうやって賄うのって話なんですよね。うん、ね、いや、風力とかでやればいいじゃんっていう話もありますけど、まあ、またちょっと風力の話もしたいですけど、私だって温暖化とかで今わーって問題になってるのは、あれ、風力発電を乱発してからですよね。だって、それだけのエネルギーの、風の力エネルギーを電気に変えるってことは、風が送られてくる力をなくしちゃってるわけですから。だからドイツとかで起こってるやつって、風力発電の方が物理的なもんって運転じゃねえのって私は思うんですけどね。いや、エコロジーの人たちの間で口が裂けても言っちゃダメですからね、そんなこと。ダメですよ。山田さんがそんなこと言ってたなんて、この動画拡散しちゃダメですからね。ね、いうところがあります。ここで私下に書いてるのはね、トラックとか飛行機、船も電動にできるかって言ったらね、かなり無理があるでしょ。ね、ましてオイルタンカーみたいな船とかね。うん、まあ、オイルタンカーなくなるのか、そこそこ原油がゼロになるから、オイルタンカーなくなるのかというところもありますけどね。で、あとは、風力発電とフェーン現象の関連性とかもね、だから、ね、風力はね、バナナって言ってね、特にドイツはすごく風力力入れてる、ね、日本は力入れないとって言ってるんですけどね、事情が違うっていうのは一つ目がね、さっき言ったように、風がね、回るんですよ。偏西風が吹くんでね、ドイツとかあっちの方は。ずーっと風が吹くんですよ。安定して。
それに対して日本近いじゃないですか。風が吹かない時もあれば、どっち方向から風が吹くかもわからない。吹くね、向く向きもね、地域、季節によって変わりますし。で、しかも、すごいね、暴風とかが吹いて、強い風が吹いたらいいって思うんじゃないですよ。一定の風速以上になると止めないと危なくて、止めちゃいますからね。日本で運用するのに無理があるんじゃねっていう話とかもあるんですけど、そもそもドイツあんな手立ててから温暖化ひどくなってません？だってそんだけの風のエネルギーを電気に変えてるってことは、風がのエネルギーをそのまま吸って流してね、いや風の力偉大だからそんなの影響ないよって言う人もいるかもしれませんけど、あんだけの電力量、今 30% ぐらい風力でまた賄ってるんでしょ、ドイツ。影響あるんじゃねえのって言いたくなるんですけどね、私の場合は。っていうのもあります。これがまあエネルギーの問題ね、っていうのがあります。ですからそれで、エネルギーの問題っていうのを見るときに、大事なのは、じゃあどこがどうしてそういうことを言ってるのかって言ったら、あとは、エコノミーね、経済の面でね、っていう問題が出てきて、あとエンジンっていう問題が出てくる。これあたりはどういうことかっていうと、要は、ガソリン車をなくすことによって、エンジンをなくすことによって、これになる人たち。これ、最終的には全部エコノミーになってくるんです。これになるかどうかなんです、結局。でも、どこの国だって痛みを分け合ってやろうとしてるんじゃないの？違う。そんなわけないじゃん。そんなことね、真顔で思ってる日本人だけですよ。あとね、本当にちょっともうパーンと言っちゃってるね、環境活動家の人たちぐらいで、本気で言っちゃってるね、活動家の人たちね。お金のためにやってる、お稼ぎのためにやってる環境活動家の人じゃない人ってのを言いますからね。グレタちゃんがどうか、私はどうかわかりませんけどね。そこはちょっと触れたくないからやめとこう、とか触れ出すとキリがないからやめときましょうね。なんですけど、じゃあどうして他の国は進めてるのかって言ったら、簡単に言うと下に、最初の図の下に書いてますけど、なんで進めるのか、一つは、エコノミーにつながってくるところっていうのもどういうことかって言ったら、それによって潰れる国があったら相対的に自分たち のところに新しい市場が生まれるっていうね、電気で自動車事業とか、そんな簡単にそんなできるのかって言ったら、少なくとも今からガソリンエンジンを、エコロジーなガソリンエンジンを作るよりは全然楽なんです。よくね、言われるのが、今自動車業界でもすごく働いてる人の間で不安になってるのが、パーツ数がすごく減る、6000ぐらいパーツ数が減るんじゃないかと言われてるんですよね。エンジンってものがなくなるだけで簡単な問題になりますんで、その品質の良し悪しは別にして、とにかくエンジンを作って車っていうのを作るのにすごく部品数っていうのはたくさんいるんですよ。それを大幅に減らすことができる、シンプルにできるんですよね。結果的に何か技術力がなくたって作れるようになる。どこがそれで得をするのかっていうと、中国なんですね。だから中国は進めるんですね。電気自動車の世界シェア、今1位テスラで2位は中国になってるんじゃないですか、確か。だからそういう風にして進めてるんですよ。そうなんです。で、あと脱エンジンだと多分がで、この脱ガソリンっていうのを進めてる背景があるのはイギリスもあると思います。これはもう完全に私の憶測ですけどね。っていうのはイギリスって今一応クーパーとかね、イギリスはジャガーとかあるんですけども、今、ジャガーはフォードの傘下に入ってますし、クーパーは BMW の傘下に入ってますよね。実質的なメイドイン UK のエンジンってないんですよ。 F1 エンジンは作ってますけどね。で、そう、F1 ももう今ファクトリーはあるけど、そっか、エンジンは全部ルノー、メルセデス、フェラーリ、ホンダだ。イギリスにないんです、エンジン作れないんです。F1 はパワーユニットですけどね。そうなんです。だからエンジンで負けちゃってるイギリスっていうのは、このエンジンを使わない市場っていうふうに持っていった方のが自国産業に使えるんですよ。だからイギリスはなるほどなって分かるんですよ。で、EU、他の国の EU、特にドイ
ツあたりがどうしてじゃあこんなに脱ガソリンを進めるか。あそこなんて車大国じゃないですか。フォルクスワーゲンもあるし、BMW もあるし、メルセデスベンツもあるしね、アウディだってあるし。なのにどうして進めるのっていうと、こっちは脱ガソリンの方が大きいです。エネルギーの方の問題が大きいです。なんかっていうと、ドイツとかっていう国っていうのは、どこから買ってるのか、石油を買ってるのかというと、石油の三大輸出国っていうのがあるんですよね。三大輸出国っていうのがあります。一つ目がちょっとアメリカです。アメリカは産油国なんでね、アメリカ。二つ目が、サウジアラビア。これは日本がよく、ね、まあ、サウジアラビアとかね、イランとかからよく買ってるから、まあよくピンとくると思いますけど、サウジアラビアってのがあって、もう一つ目、三つ目がロシアなんですよ。エネルギーの三大輸出国、あ、ガソリンのね、原油の三大輸出国のうちの一つはロシアで、ヨーロッパはこのロシアから大量に買ってるんです。パイプラインっていうのを通じてね、パイプラインって言葉ぐらい聞いたことないじゃないですか。ロシアからガーッとね、でっかいね、パイプをね、ずっとーってね、ヨーロッパまで通してね、それによって原油を運ぶことによって、はいどうぞって売ってるっていうシステムなんですよ。これによって安価なね、原油がよりね、リーズナブルに手に入るようになったという反面、エネルギーをロシアに抑えられてるんです。ドイツとロシアの関係性、もう分かりますよね。みんなまで言わなくても分かりますよね。嫌いなんですよ。ね、まして今は仮想敵国には入れてないかもしれませんが、でも基本的には、EU にも加盟してないですし、ロシアの方は、そういう意味では軍事的緊張とかが将来ね、今すぐにね、そんなすぐにドンパチやることは絶対ないですけど、ね、緊張が高まるかもしれないっていうような関係のところにね、プーチンさんとかに要は足元を見られちゃうわけですよね。原油だけに頼ってると。だから脱ガソリンを進めたいんですよね。うん、それいうことによって逆に言うと原因もいらねえよいらねえよってしたら、今度ロシアの財源が困りますから、っていう、綱の引き合いがあるわけです。だからよく考えてみてください。ロシアって言わないでしょ。今回の問題とかで脱ガソリンとかって言って、言わないのは、ロシア言わないのはここもあります。あとロシアはね、国民のみんながそう思ってるっていうわけじゃないですよ。なんですけど、ロシアは温暖化が進むと、国益が上がる国です。何かというと北極航路っていうのがありましてね、問題っていうのがありまして、今温暖化によってね、氷が溶けるというのはこれは非常に問題になってるんですけど、これロシアからしてみると今まで使えなかった港とか、要は北側を通していくルートっていうのが、これによって、船が氷が溶けてね、船が通せるようになってくるとね。そうするとロシアとからアメリカがすっげー近くなるんですよ。っていうことがあって、そうすると貿易航路とかでロシア経由っていうのが増えるもんで、そうするとロシアにとってみれば結構万々歳なんですよ、ね、っていうようなところとかも含んでるんで、ロシアっていうのはここら辺に対して言う。で、それ、あれで、どうしてじゃあこういう風なところになってくると、一番打撃を受けるのはどこなのかって言ったら、問題はアメリカと日本です。トヨタです。だからトヨタの社長があれだけね、日本に対してね、もう、日本もやっぱりこれやらないとダメだよね、みんなにずっと乗っからないとね、みたいなね、政府が言うで、ね、ちょっと待ってと、おいおいおいと、おめえ、国の、民間の現状分かってんのかって、分かってないからあんなこと平気で言えるんですけどね。と分かってても潰してくれても、自分たちは国を守りたいからね。そういうこと言ってしようけどね。ありえないですよね。誰のために働いてんだ、今の政治家はって言いたくなりますけどね。っていうところで、要は日本の産業が一番大撃を食らうわけですよ。ね、自動車産業が。で、あとアメリカも食らうんですけど、だからトランプさんはそれに対してね、真っ向から反対してましたよね。GM とね、GM とかフォードとかのね、
もうきっとそのね、みんなの家族を守るんだってやってたんですけど、まあ民主党になったんで、あ、もうみんな死んでもいいやって思ってはないと思いますけどね、思ってはないと思いますけど、でもまあ亡くなってもどうにかなるだろうぐらいのね、あ、だから自由経済主義の人の中にはいるでしょ、いや、それによって新しい競争が生まれるから、それによって新しい需要が生まれるから、それによって生まれる経済効果の方が大きいはずだって言いますよね。エビデンスなしでね、よくもね、あの有名な大学のね、経済評出身のね、経済評論家の方とかね、言いますよねって思いますけどね、あ、そんなもんですよ、あの人たちが言ってるのって、あのお依頼さんっていうのが言ってるのは、そんなもんのレベルだと思っておきましょう、うん、あの日本の場合はね、お依頼さんが言うとね、それは全て神の言葉っていうのは、あの、ね、郵便局なんてね、お神の言葉は神の言葉って言ってね、お神の言葉に対してね、あの気をつけないといけないですからね、あの郵便局の皆さん気をつけましょうね。おね、お上の人が言った意見に対してね、何か改善案とかありますかって言って、はいって意見を言ったら、もうその時点であなたの昇進はありませんからね。本当にね、だってお上の言葉には一つも間違いなどない完璧な言葉であるはずだから、改善案なんて出てくるはずがありませんって。役所って本当にそういう考え方ですからね、うん、びっくりしますからね、うん、あの民間人の感覚でやってダメですからね、本当にびっくりしますよっていうところとかもね、船の中そういう感覚でやっていくと、で、お互いに利益がある状態でやってるこのイギリスとかね、 EU、ドイツ系ね、でフランスはどうなのかといったら、まあ、ルノーとかもありますからね、国営ですしね、うん、で、あそこは代替するエネルギーとしてもう、あの原子力で割り切ってますしね、うん、ね、原子力、クーポンも持ってますしね、うん、あのというふうに、だから代替エネルギーとしても、あの原子力で割り切ってるんだったら全部成り立つんです、これ。だって原子力って、あのその地球にね、あのまだ振りまくようなやと思ってるけど、それだけのエネルギーがこうね、簡単に取れてしまうということは、逆に言うと、あのエネルギー問題で、代替として考えない一番現実的なんですよね、うん、っていうところで踏み込んでるところで、日本はどうですか、原発もダメですよね、で、ね、そういったのに代替する、ね、手段とか考えてるんですか、ね、ないですよねっていうことなんです。ただ世界的には皆さんはこれを全部エコロジーね、エコロジーのためだって大義名分でやってますけど、最終的には自分たちの利益になるようにちゃんと考えてますから、それに対して日本って何も考えずに、最初はね、利益ね、それでって言ってたんですけど、俺たちは利益のことしか考えてねとかって言われたらね、いや自分たちもちゃんとエコロジー頑張りますとかって言ってね、本当にね、最終的に国民殺しかねませんからね、本当に。ふざけんなよと。それで、私の業界、要は、四日市の人たちって、真っ先にその被害を被る可能性大ですかね。私なんて多分真っ先に首吊らないといけなくなっちゃいますからね。自分の首吊るの嫌なんで、これ言っときますね。何せね、借金も返せかないといけませんからね、私の場合。借金返済して系 YouTuber ですから。それで行こうか。これからも借金返済系 YouTuber で行こうか。ということでね、まあ、一応こういうような感じですよということで、ですから、まあ、根は深い、改善策まで書こうかなと思ったけど、ないじゃない。正直言って、もう大義名分までやられている以上ね、まあ、大事なのは、ですから、いや、エコロジーので免罪符にするなっていうの意見を出していくのが大事なんですけど、向こうはいろんなもうありもあることもないことも作ってね、全部お膳立てしちゃってるんで非常に難しいね。あげくの果てに最近は環境活動団体が武力行使しますからね、おいおいおいって思いますけどね。まあそれでね、いうようなところとか、まあ闇は深いんで、結構この問題闇深いんで、うん、こういうような感じですよ。まあ、日本の場合は、じゃあどうすればいいかって言ったら、正直言って、これに関して、鵜呑みに入ってね、でも、地球環境のためですから仕方ありませんね、京都議定書もあるしって入ってね、鵜呑みに言うのもどうなのって、そもそもガソリン車だけなくしたって、石油の生産量、変えてねえんだけど、どうするの、船もなくするね、どうするのっていうね、ところね、ちゃんと踏み込んでいかないと、結局それで、あれですよね、なったやつが、エネルギーがどうなってるのかなって言ったらね、なんか中国の宇宙産業とかに使われてるんじゃねえのとかってね、あれって、あれ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 、
当にあれあれっていうことになりますよね。そういうふうにしてね、日本をね、貶めようという勢力はね、一つだけじゃないですかね。あらゆる形でね、日本というところからね、日本っていうね、金山からね、いかにね、金をね、むしり取るかというね、いうね、話とかもね、なってきますからね。そういうようなところです。ですので、まあ私は少なくとも、このガソリン、問題というのは、ちゃんと考えてやる必要があると思います。そもそもこのガソリンっていう、石油生成の、ね、システムとか、そんなユーハのところから言ったらね、すぐにね、こんな足がつくようなところでも、エコロジーだからっていう免罪符だけでご利用しようすると、果たしてそれが本当に将来の子供のためになるのかって言ったら、私は疑問だなと思いますよというぐらいにして止めときましょうかね。ということで、これぐらいで動画締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。